殺された東国一の美少女、戦国武将の山形城主の最上義明の次女に、駒姫という娘がいました。彼女は東国一の美少女と呼ばれ、父からも非常に可愛がられていました。しかしある時、彼女の噂を聞きつけた関白の、豊臣秀次が駒姫を側室に欲しがります。豊臣家の意向には逆らえず、最上義明はやむなく駒姫の輿入れを了承しました。しかし駒姫が京都に着いて間もなく、夫になるはずだった豊臣秀次が豊臣秀吉に切腹させられるという事件が起きました。秀次の切腹から3週間もしないうちに、今度は30人ほどの秀次の妻や妾が京都の三条河原でまとめて処刑されることになりました。駒姫の父の最上義明は必死に除名嘆願しましたが、まだ正式に側室となっていなかったにもかかわらず駒姫は約30人中、11番目に処刑されました。